私バドです。今回はフェルナンデスゴリ押しのギター、こちらラヴェルをご紹介させていただきます。今もなおフェルナンデスのカタログをご覧になっている人はもちろん知っていると思うんですけれども、このラヴェルですね、フェルナンデスがゴリ押ししております。オリジナルのですねボディシェイプなんですよ。見た目はレスポールに似ているんですけれども、すごくオリジナリティのあるギターシェイプだと思います。特にですね、そのラヴェルの中でもこれは珍しい柄のデラックス MGF という機種になっておりまして、カタログには載ってないですね。ファイヤーな感じが非常にかっこいいです。通常のラヴェルはですね、フェルナンデスがゴリ押ししているのでいろんな種類があるんですけれども、ラヴェルのスタンダード、あと X とかエリートとかで、これはデラックスなんですけれども、他にもですね、もうプロ仕様のカスタム的なものもですね販売されております。それぐらいですね、フェルナンデスがゴリゴリ押しているギターなんですけれども、あんまり使っている人がいないんですが、実は海外ではですね割と認知度が高くて人気があるギターのようです。なので逆輸入版みたいな感じですよね。フェルナンデスに USA があった頃、その時に開発されたギターのようです。このラヴェルデラックスはですね、結構上位機種で、これカタログ外なんですけれども、定価は17万円、フェルナンデスの中では相当お高い方のギターになると思います。ではまずですね、このかっこいいボディの形をご覧ください。ここがねピョンってなってるんですよ。ここが肝でしょうね。基本的なレスポールとはちょっとこうボディシェルが違っていて、でもこの辺とか、あとこの辺ですね、こう持った時の弾き心地的なものはレスポールにそっくりです。このデラックスはですね、非常にボディが厚くて、メイプルトップ、マホガニーバック、レスポールと同じような木材が使用されております。ヘッドもですね、かっこいいですよ。このフェルナンデスのロゴ好きなんですよね。ヘッドのデザイン性にも非常にこだわった一本という感じでしょうか。レスポールとの大きな違いはここですね、つまみコントロールが非常に少ないです。ボリュームとトーンのみになっているんですけれども、何を隠そう、このラヴェルはですねタップがついております。フロント、リアともにタップができるようになっております。そしてピックアップはなんと弾管が載ってます。カバー付きの弾管もかっこいいですよね。スケールも形もレスポールに似ているものなんですけれども、音はですね思っていたよりはジャキッとしたような感じでした。他のラヴェルはですねオールマホガニーのボディのものもあるようで、それはですねどっちかというとモコッとしている音のようです。これはメイプルトップマホガニーバックなのでレスポール寄りなんですけれども、ピックアップの特性なのかちょっとジャキッとしてて、独特なオーバードライブ感がですね非常にかっこいいなと思いました。でそしてペグなんですけれども、グローバーのものがついております。かなり分厚くてですね、強度の強そうなペグですね。なんかアコギのペグみたいな感じです。デザインからサウンドまで結構こだわり抜いているこのラヴェル、フェルナンデスのゴリ押し度がうかがえますね。特にこのデラックスのこのデザイン、紫に緑っぽいファイヤー、このセンスはなかなかのもんですよ。フェルナンデスファンにはほっとけないような一本だと思います。僕のイメージだとどうしてもね、このファイヤーパターン系のギターっていうのは布袋さんのイメージが非常に強いので、今回も布袋さんの楽曲もねちょっと聴かせていただこうかなと思います。あと聞きどころとしてはですね、やっぱりタップ、クリーンがですね、非常に綺麗なので、まあ、そのあたりをですね、駆使しながらクリーンと歪みを作っていくと、めちゃめちゃ幅広いバリエーションのある音が作れると思います。では早速鳴らしていきたいと思います。
you